1936年のグランプリシーズンは、エックはヨーロッパ選手権の第4回大会が開催されたグランプリシーズンである。アウトユニオンのベルント・ローゼマイヤーがヨーロッパ選手権を制した。ローゼマイヤーは選手権の対象となる4つのグランプリのうち3つに勝利した。1936年シーズンに向け、アウトユニオンは520馬力の6リッター v 1 6 エンジンを搭載し、さらに操縦性を向上させたアウトウィニオンタイプ C を開発した。他方、メルセデスは600馬力を発揮する V12 エンジンを搭載した W25K を開発したが、それに伴うエンジン重量の増加と軽量化のための極端なホイールベースの短縮は操縦性を悪化させた。最終的にメルセデスは V12 エンジンを諦めて、 従来の L8 エンジンの発展系を新車に搭載することとなった。スクーデリア・フェラーリは前年にデビューした8気筒のアルファロメオ 8C-35 と V12 エンジンを搭載する新型アルファロメオ 12C-36 を併用した。シーズンが開幕するとアウトウィニオンタイプ C がライバルのマシーンを上回る性能を示し6つのグランプリで勝利した。 ベルント・ローゼマイヤーが1936年のヨーロッパチャンピオンとなった。ローゼマイヤーのチャンピオン獲得は、レーシングドライバーになってからわずか2年で達成されたものだった。前年に圧勝したメルセデスは、新車開発の失敗から一転して不振に陥り、モナコグランプリとチュニスグランプリでカラツヨラが挙げた2勝のみに終わった。スクーデリア・フェラーリンの達用ヌボラーリは、 性能に劣るマシンで前線し、ミラノグランプリでは、バルチの、ハンガリーグランプリでは、ローゼマイヤーのアウトウニオンを、オーバーテイクして2グランプリ連続で優勝した。黄色の背景はグランエプルーブハンガリーグランプリで、首位を争うカラチオラと、ローゼマイヤー。エツロと、ハンス、グランプリウィナーズ1895949、パート3。 ザ・ゴールデン・エラオブ・グランプリ・レーシング2007年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年8月5日閲覧レイフス・ネルマン・アンド・ハンス・エツ・ロト1936ザ・ゴールデン・エラオブ・グランプリ・レーシング2007年8月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年8月5日閲覧ガルピン・ダレン百三十六グランズ・プリ ザジェルモータースポーツインフォメーションページ2007年8月5日閲覧ありがとうございます。